サラは、清水重道作詞、真二、清作曲による歌曲集である。国文学者で、東京音楽学校教授であった、清水重道が1935年に作った詩に、真二清が作曲を行い、1936年に発表された。1943年9月、木下保第10回読書会、真二、清歌曲の夕において、全曲初演。木下、水谷により、コロンビアレコードへの録音も行われ、レコードが1943年度の文部大臣賞を受賞した。木下は、サラは、真二、清の歌曲の中でも傑出した一連の読書曲集である8曲からなる、この連曲は、日本古来から現代に至る純粋な、日本的香り豊かな、そして気品ある作品であると評価している。さらに木下は、編曲であっても、この作品が戦前戦後を通じて、一番心に響く作品と捉え、合唱に編曲し、慶應義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団などにおいて、木下式により、自身が提唱する、大和言葉を駆使して、繰り返し演奏した。女性合唱、男性合唱、混声合唱ともに、木下保編曲版が出版されている。丹沢あずまやの北秋の沙羅烏行々詩占い、太夢、交渉、校歌。秋田県立湯沢高等学校。2020年2月16日閲覧。AB 木下保指導による、混声合唱曲集サラ、杵星記東京放送合唱団、フォンテックライナーノーツ制作ノート荒牧亀太郎、ABC 木下保の芸術 SP、音源復刻版、CD ライナーノーツ慶應義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団、第92回定期演奏会パンフレット木下保 AB 慶應義塾ワグネルソサイエティ男性合唱団第96回定期演奏会パンフレット木下保指導による混声合唱曲集サラ杵星記東京放送合唱団フォンテックライナーノーツ歌唱について木下保サラ国立国会図書館サーチ2020年2月16日閲覧木下保の芸術真二、清、段郁馬歌曲集、CD ライナーノーツ、木下保先生のこと、畑中良介。ありがとうございます。